はい、どうもこんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、今急遽動画回しておりまして、なんとですね、電気の供給が落ちました。多分停電ですかね。このビルだけなのか、それともですね、バギオ市なのかちょっとわからんのですが、今完全にですね落ちております。多分ですね、ここのライトはおそらく自家発電じゃないですけど、予備電気とかで供給されてる感じですかね、非常用。こっちはもう完全にアウト。あ、今でもつきましたね。大丈夫なのかな、ついたのかな、復旧しましたかね。あ、復旧しましたね、よかったです。これで勉強できそうです。どうもこんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、急に今動画回しておりまして、なんとですね、ウェールズが、停電しました。なんでしょうね。ちょっと前にあったんですけど、なんかルソント全域じゃないですけど、バギオ市がこういう感じになっちゃっているのか、この学校がこうなのかわからないんですけども、完全に全部落ちてますね。暗い、マジで暗いですね。Wi-Fi でも回線もあれなんですけど、ただここだけついてるんですよね。おそらくここ別の供給かな、自家発電かどうかわかんないですけど、多分非常灯みたいな感じになってるんじゃないかなと思います。今いろいろ多分調べてくれると思うんですよね。完全にもうブラックアウトしますね。本当面白いですね、こんなことあるんだなっていう。あ、つきましたかね。あれ非常灯かな、ついてないですね。ダメですね、これ階段の下なんですけども、何にも見えないですね。はい、ってな感じでね、今日はね、フィリピンもしかしたらよく停電あるのかもと、あるあるで動画回してます。ああ、太陽の日の光が嬉しいですね。ということで、今日はこんな感じでね、伝わらない動画でしたけども、この辺で終わりたいと思います。まあ、本当に皆さんこういう状況ですけども、ちょっと頑張っていきましょう、マジで。もうね、僕多分もうちょっと今帰れない状況になっちゃったんで、逆にもういるしかないっていう選択肢になっちゃったんですけども、やれることやってね、精一杯生きていこうかなと思ってるんで、はい、まあ、そんな感じでね、見てる皆さんも自分のやれる範囲でね、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。ではまた。どうもありがとうございました。